セオドア・ニュートン・ベールはアメリカ合衆国の経営者である。1885年から1889年までと1907年から1919 19年までアメリカンテレホンテレグラフの社長を務めた。ベールは電話サービスを公益事業と捉え、全米の電話網をベルシステムとして統合することを進めた。1913年には連邦政府と キングスベリー契約を結び、よりオープンな接続システムを実現した。ベールは1845年7月16日に、オハイオ州マルバーンで生まれ、ニュージャージー州モリスタウンで教育を受けた。最初に、おじのもとで医学を学んだ。後に電信について学び、ニューヨークへ移って電信局の局長になった。その後、米国電信の取締役となった。 1866年に父と一緒に西部に行き、農業を営んだ。1868年秋、ユニオンパシフィック鉄道のワイオミング州、パインブラフスの捜査員となり、後に代理人となった。パインブラフスは、当時、まだ建設中だった、ユニオンパシフィック鉄道における木材の主要供給地だった。1869年春、ベールは、オマハとオグデンを結ぶ、 鉄道郵便の事務員に任命された。1870年に雪の時にも郵便物を送り届けることに成功し、上層部の注目を集めた。ベールは当時の重要な流通拠点であったシカゴ・アイオワシティ間の鉄道郵便局に移動となった。ユニオン・パシフィック社に鉄道郵便局が設立されると、ベールはその責任者となった。 1873年3月、ベールはワシントン DC のアメリカ合衆国郵便公社の鉄道郵便サービスのオフィスに配属された。そこでベールは郵便物の配布を特別に監督し、鉄道が郵便物を運んだ時に受け取る報酬を議会に正式に認めさせた。1874年6月、鉄道郵便サービスの総監補佐に任命された。 1875年には副総監に就任した。1876年2月、総監の退任に伴いベールがその公認となった。ベールは鉄道郵便サービスの中で年齢、金属年数ともに最も若い役員だった。郵政大臣は任命の際にベールは若さだけが問題だと述べた。ベールは総監として郵便職員を 一般の公務員法のもとで管轄されるようにすることに貢献した。また、6ヶ月間の使用期間の制度を確立し、これは後に全ての政府機関で採用された。電話の発明者として知られるアレクサンダー・グラハム・ベルの岐阜のガーディナー、グリーン・ハバードはベル電話会社を設立した。ハバードは弁護士、ロビーストとしてアメリカ議会で商売的である、 郵便公社と対立していた。ベールはハバードと付き合う中で、いずれ電話が世界のコミュニケーションに革命をもたらすと確信し、ベル電話会社の株式の購入を精力的に宣伝するようになった。ハバードはベールに感銘を受け、1878年にベル電話会社の総支配人の地位を与えた。ベールはベルの電話の特許を ウエスタンユニオンなどからの買収の挑戦から守った。ベールは電話や電信の回線に導線を導入した。1885年、長距離通信の会社としてアメリカンテレフォンテレグラフカンパニーが設立され、ベールが初代社長に就任した。1887年に退任したものの、1907年に四代目社長として復帰し、亡くなる。 前年の1919 19年まで勤めた。サミュエル・モールスの電信の実験に協力したアルフレッド・ベールはいとこにあたる。1869年8月、ニュージャージー州ニューアークのエマライターから1905年2月3日と結婚した。二人の間には、1870年7月18日に息子のデイビス・ライター・ベールが生まれたが、1906年12月20日に、 チョーチフスにより亡くなった。ベールは1883年に初めてバーモント州を訪れた。その後、バーモント州リンドンに1500エーカーの農場を購入した。AT&T の設立に向けた会議はこの農場で行われた。1888年にベールは一時的に引退し、南アメリカへの旅行や冒険、アメリカ国外での電話の普及に力を注いだ。 1890年、アルゼンチン連邦政府より、コルドバに発電所を建設し、ブエノスアイレスの路面鉄道に電力を供給する、了承を得た。ベールは、ブエノスアイレス市内を走る、馬車鉄道を購入し、競合するすべての路線を買収して、システムを統合した。1920年、裕福な実業家の冬の保養地である、ジョージア州のゼキル島から、 個人所有の鉄道車両でメリーランド州ボルチモアに運ばれジョンズホプキンス病院に入院した。1920年4月16日、同病院で亡くなった。1920年4月18日の朝、ニュージャージー州パーシパニーでベールの葬儀が行われた。ベールの葬儀が行われていた、東部時間の11時から11時1分までの1分間、ベールへの敬意を表して、 AT&T の電話サービスが停止された。これにより、約1200万台の電話機と2400万マイルの電話線が一時的に沈黙したと報じられた。ありがとうございます。